こんにちは。ご視聴ありがとうございます。今回は連続テレビ小説オードリーの第61話から第80話のあらすじです。このチャンネルは国内や海外のドラマや映画などについて紹介する動画をアップする予定です。もし面白かったらチャンネル登録・高評価よろしくお願いいたします。連続テレビ小説オードリー第61話のあらすじは以下の通りです。第61話では水木岡本綾が城島長嶋一茂に抱きしめられるシーンが書かれます。城島は人を信じないと言い残して去ってしまい、水木はぼんやりと帰宅します。母親の愛子かく千佳子は水木に好きな人ができたことを母親の勘で察します。このエピソードは水木の心の葛藤と成長を書いており、彼女が城島に対する複雑な感情を抱えていることが明らかになります。愛子との会話を通じて水木は自分の気持ちを整理しようとしますが、城島の言葉が心に残り、彼を信じたい気持ちと信じられない現実の間で揺れ動きます。この回は水木の内面の変化と彼女が直面する困難を書く重要なエピソードです。城島との関係がどのように進展するのか、そして水木がどのように自分の道を見つけていくのかが今後の見どころとなります。連続テレビ小説オードリー第62話のあらすじは以下の通りです。第62話では水木岡本綾が城島長嶋一茂との関係に悩む姿が書かれます。城島は水木に対して冷たい態度を取り続け、人を信じないと言い放ちます。水木はその言葉に傷つきながらも彼の本心を知りたいと願います。一方、水木の母親である愛子かく千佳子は水木の様子から彼女が恋をしていることに気づきます。愛子は水木に対して優しく接し、彼女の気持ちを理解しようと努めます。水木は母親の温かさに触れ、自分の感情を少しずつ整理していきます。このエピソードでは水木が城島との関係を通じて成長していく様子が書かれています。彼女は城島の冷たい態度に戸惑いながらも自分の気持ちを大切にしようと努力します。また母親との絆が深まることで水木は自分の感情をより理解し、前向きに進んでいく決意を固めます。この回は水木の内面の葛藤と成長を書く重要なエピソードです。城島との関係がどのように進展するのか、そして水木がどのように自分の道を見つけていくのかが今後の見どころとなります。連続テレビ小説オードリー第63話のあらすじは以下の通りです。第63話では水木岡本綾が城島長嶋一茂との関係にさらに悩む姿が書かれます。城島は依然として冷たい態度を取り続け、人を信じないと言い放ちます。水木はその言葉に傷つきながらも彼の本心を知りたいと願い、彼の行動や言葉の裏にある真意を探ろうとします。一方、水木の母親である愛子かく千佳子は水木の様子から彼女が恋をしていることに気づきます。愛子は水木に対して優しく接し、彼女の気持ちを理解しようと努めます。水木は母親の温かさに触れ、自分の感情を少しずつ整理していきます。このエピソードでは水木が城島との関係を通じて成長していく様子が書かれています。彼女は城島の冷たい態度に戸惑いながらも自分の気持ちを大切にしようと努力します。また母親との絆が深まることで水木は自分の感情をより理解し、前向きに進んでいく決意を固めます。この回は水木の内面の葛藤と成長を書く重要なエピソードです。城島との関係がどのように進展するのか、そして水木がどのように自分の道を見つけていくのかが今後の見どころとなります。連続テレビ小説オードリー第64話のあらすじは以下の通りです。第64話では水木岡本綾が城島長嶋一茂との関係にさらに悩む姿が書かれます。城島は依然として冷たい態度を取り続け、人を信じないと言い放ちます。水木はその言葉に傷つきながらも彼の本心を知りたいと願い、彼の行動や言葉の裏にある真意を探ろうとします。
一方、水木の母親である愛子角千香子は、水木の様子から彼女が恋をしていることに気づきます。愛子は水木に対して優しく接し、彼女の気持ちを理解しようと努めます。水木は母親の温かさに触れ、自分の感情を少しずつ整理していきます。このエピソードでは、水木が城島との関係を通じて成長していく様子が書かれています。彼女は城島の冷たい態度に戸惑いながらも、自分の気持ちを大切にしようと努力します。また、母親との絆が深まることで、水木は自分の感情をより理解し、前向きに進んでいく決意を固めます。この回は、水木の内面の葛藤と成長を書く重要なエピソードです。城島との関係がどのように進展するのか、そして水木がどのように自分の道を見つけていくのかが今後の見どころとなります。連続テレビ小説オードリー第65話のあらすじは以下の通りです。第65話では、水木岡本綾が城島長嶋一茂との関係にさらに悩む姿が書かれます。城島は依然として冷たい態度を取り続け、人を信じないと言い放ちます。水木はその言葉に傷つきながらも、彼の本心を知りたいと願い、彼の行動や言葉の裏にある真意を探ろうとします。一方、水木の母親である愛子角千香子は、水木の様子から彼女が恋をしていることに気づきます。愛子は水木に対して優しく接し、彼女の気持ちを理解しようと努めます。水木は母親の温かさに触れ、自分の感情を少しずつ整理していきます。このエピソードでは、水木が城島との関係を通じて成長していく様子が書かれています。彼女は城島の冷たい態度に戸惑いながらも、自分の気持ちを大切にしようと努力します。また、母親との絆が深まることで、水木は自分の感情をより理解し、前向きに進んでいく決意を固めます。この回は、水木の内面の葛藤と成長を書く重要なエピソードです。城島との関係がどのように進展するのか、そして水木がどのように自分の道を見つけていくのかが今後の見どころとなります。連続テレビ小説オードリー第66話のあらすじは以下の通りです。第66話では、水木岡本綾が城島長嶋一茂に抱きしめられ、人を信じないと言われて去られるシーンが書かれます。水木はその後、ぼんやりと帰宅し、母親の愛子角千香子に声をかけられます。愛子は母親の勘で、水木に好きな人ができたことに気づきます。このエピソードは、水木の感情の揺れ動きと、彼女が城島に対して抱く複雑な感情を中心に展開されます。城島の言葉にショックを受けつつも、彼に対する思いを断ち切れない水木の姿が書かれています。また、愛子との会話を通じて、水木の内面が少しずつ明らかになっていきます。この回は、水木が自分の感情と向き合い、成長していく過程を書いた重要なエピソードです。彼女の心の葛藤や、周囲の人々との関係性が深く掘り下げられています。愛子の母親としての直感や、水木への思いやりが感じられるシーンも見どころの一つです。連続テレビ小説オードリー第67話のあらすじは以下の通りです。第67話では、水木岡本綾が城島長嶋一茂との関係に悩む姿が書かれます。城島は水木に対して冷たく接し、人を信じないと言い放ちます。この言葉にショックを受けた水木は、家に帰る途中でぼんやりと考え込んでしまいます。家に帰った水木は、母親の愛子角千香子に声をかけられます。愛子は母親の勘で、水木に好きな人ができたことに気づきます。水木は最初は否定しますが、次第に自分の気持ちを認めざるを得なくなります。愛子との会話を通じて、水木は自分の感情と向き合い少しずつ前向きな気持ちを取り戻していきます。このエピソードでは、水木の内面の葛藤や成長が書かれています。城島との関係に悩みながらも、自分の気持ちを整理しようとする水木の姿が印象的です。また、愛子の母親としての直感や、水木への思いやりが感じられるシーンも見どころの一つです。連続テレビ小説オードリー第68話のあらすじは以下の通りです。
第68話では、水木岡本綾が城島長嶋一茂との関係にさらに悩む姿が描かれます。おこまのシーンの撮影が終わった夜、水木が帰宅すると、城島から電話がかかってきます。母親の愛子かく千佳子は出かけるなと念を押しますが、水木は我慢できずに城島に会いに行きます。城島は水木の芝居にイラついており、彼女に物を投げつけたり怒鳴り散らしたりします。それでも水木は献身的に片付けをし、城島の怒りをなだめようとします。このシーンでは、水木の城島に対する深い愛情と、彼の厳しい態度に対する忍耐が強調されています。一方、家では愛子が水木の行動を心配し、彼女の気持ちを理解しようと努めます。愛子の母親としての直感と、水木への思いやりが感じられるシーンも見どころの一つです。このエピソードは、水木が自分の感情と向き合い、城島との関係をどうするべきか悩む姿を描いています。彼女の内面の葛藤や成長が、視聴者に深い共感を呼び起こす内容となっています。連続テレビ小説オードリー第69話のあらすじは以下の通りです。第69話では、水木岡本綾が城島長嶋一茂との関係にさらに悩む姿が描かれます。おこまのシーンの撮影が終わった夜、水木が帰宅すると、城島から電話がかかってきます。母親の愛子かく千佳子は出かけるなと念を押しますが、水木は我慢できずに城島に会いに行きます。城島は水木の芝居にイラついており、彼女に物を投げつけたり怒鳴り散らしたりします。それでも水木は献身的に片付けをし、城島の怒りをなだめようとします。このシーンでは、水木の城島に対する深い愛情と、彼の厳しい態度に対する忍耐が強調されています。一方、家では愛子が水木の行動を心配し、彼女の気持ちを理解しようと努めます。愛子の母親としての直感と、水木への思いやりが感じられるシーンも見どころの一つです。このエピソードは、水木が自分の感情と向き合い、城島との関係をどうするべきか悩む姿を描いています。彼女の内面の葛藤や成長が、視聴者に深い共感を呼び起こす内容となっています。連続テレビ小説オードリー第70話のあらすじは以下の通りです。第70話では、水木岡本綾が城島長嶋一茂との関係にさらに悩む姿が描かれます。おこまのシーンの撮影が終わった夜、水木が帰宅すると、城島から電話がかかってきます。母親の愛子かく千佳子は出かけるなと念を押しますが、水木は我慢できずに城島に会いに行きます。城島は水木の芝居にイラついており、彼女に物を投げつけたり怒鳴り散らしたりします。それでも水木は献身的に片付けをし、城島の怒りをなだめようとします。このシーンでは、水木の城島に対する深い愛情と、彼の厳しい態度に対する忍耐が強調されています。一方、家では愛子が水木の行動を心配し、彼女の気持ちを理解しようと努めます。愛子の母親としての直感と、水木への思いやりが感じられるシーンも見どころの一つです。このエピソードは、水木が自分の感情と向き合い、城島との関係をどうするべきか悩む姿を描いています。彼女の内面の葛藤や成長が、視聴者に深い共感を呼び起こす内容となっています。連続テレビ小説オードリー第71話のあらすじは以下の通りです。第71話では、ヒロインの水木が女優を目指している物語が展開されます。水木は映画の世界に魅了され、大京映画の黒田社長に女優になりたいと直訴します。しかし、彼女を待っていたのは先輩女優からのいじめでした。水木は映画ブライジンで端役を演じる機会を得ますが、撮影中にもみじたちは水木を転倒させようとします。この危機を大部屋俳優の城島直哉が救います。水木は孤独で映画を愛する城島に次第に惹かれていきますが、彼女の恋は両親と滝野に反対されます。一方で、大京映画は赤字に苦しみ、黒田はリストラとテレビ時代劇への進出を決定します。杉本は監督に指名され、新八には立石への転向を命じられます。
水木は城島との関係に悩みながらも女優としての道を進む決意を固めます。このエピソードは水木の成長と映画業界の厳しさ、そして初恋の甘酸っぱさを書いた重要な回で、視聴者に多くの感情を呼び起こす内容となっています。水木の女優としての夢への情熱とそれに対する周囲の反応が彼女のキャラクターを深く掘り下げることに成功しています。また城島との複雑な関係は今後の物語においても重要な役割を果たすことでしょう。連続テレビ小説オードリー第72話のあらすじは以下の通りです。第72話では水木は映画ブライジンでの早く出演後、大部屋俳優の城島直哉との関係が深まります。しかし彼女の恋は両親と滝野に反対され、水木は心の葛藤に苦しみます。一方大京映画は赤字に苦しみ、黒田社長はリストラとテレビ時代劇への進出を決定。杉本は監督に指名され、新八には立石への転向を命じられます。水木は城島との関係に悩みつつも女優としての道を進む決意を固めます。滝野は水木を案じ、城島に手切れ金を渡して別れさせようとしますが、水木はそれを知り城島に駆け落ちを持ちかけます。しかし待ち合わせ場所に城島は現れず、水木は失望します。新八は水木を慰め、役者の道を諦め立石への転向を決意します。杉本は城島を主役に斬殺浪人むしろうを企画し、水木はむしろうの言い名付け駒役に抜擢されます。しかし撮影では水木は城島との息が合わず NG を連発します。城島はプレッシャーに苦しみ問題行動を繰り返しますが、杉本の執念で制作されたむしろうは高視聴率を記録します。このエピソードは水木の女優としての成長、初恋の複雑さ、そして映画業界の変遷を書いており、視聴者に強い印象を与える内容となっています。水木と城島の関係の行方や大京映画の運命が今後の物語に大きな影響を与えることでしょう。連続テレビ小説オードリー第73話のあらすじは以下の通りです。水木は映画ブライジンでの早く出演後、大部屋俳優の城島直哉との関係が深まります。しかし彼女の恋は両親と滝野に反対され、水木は心の葛藤に苦しみます。一方大京映画は赤字に苦しみ、黒田社長はリストラとテレビ時代劇への進出を決定。杉本は監督に指名され、新八には立石への転向を命じられます。水木は城島との関係に悩みつつも女優としての道を進む決意を固めます。滝野は水木を案じ、城島に手切れ金を渡して別れさせようとしますが、水木はそれを知り城島に駆け落ちを持ちかけます。しかし待ち合わせ場所に城島は現れず、水木は失望します。新八は水木を慰め、役者の道を諦め立石への転向を決意します。杉本は城島を主役に斬殺浪人むしろうを企画し、水木はむしろうの言い名付け駒役に抜擢されます。しかし撮影では水木は城島との息が合わず NG を連発します。城島はプレッシャーに苦しみ問題行動を繰り返しますが、杉本の執念で制作されたむしろうは高視聴率を記録します。このエピソードは水木の女優としての成長、初恋の複雑さ、そして映画業界の変遷を書いており、視聴者に強い印象を与える内容となっています。水木と城島の関係の行方や大京映画の運命が今後の物語に大きな影響を与えることでしょう。連続テレビ小説オードリー第74話のあらすじは以下の通りです。水木は映画ブライジンでの早く出演後、大部屋俳優の城島直哉との関係が深まります。しかし彼女の恋は両親と滝野に反対され、水木は心の葛藤に苦しみます。一方大京映画は赤字に苦しみ、黒田社長はリストラとテレビ時代劇への進出を決定。杉本は監督に指名され、新八には立石への転向を命じられます。水木は城島との関係に悩みつつも女優としての道を進む決意を固めます。
滝野は水木を案じ、城島に手切れ金を渡して別れさせようとしますが、水木はそれを知り、城島に駆け落ちを持ちかけます。しかし、待ち合わせ場所に城島は現れず、水木は失望します。新八は水木を慰め、役者の道を諦め立石への転向を決意します。杉本は城島を主役に斬殺浪人、むしろを企画し、水木はむしろの言い名付け駒役に抜擢されます。しかし、撮影では水木は城島との息が合わず、NG を連発します。城島はプレッシャーに苦しみ、問題行動を繰り返しますが、杉本の執念で制作されたむしろは高視聴率を記録します。このエピソードは、水木の女優としての成長、初恋の複雑さ、そして映画業界の変遷を書いており、視聴者に強い印象を与える内容となっています。水木と城島の関係の行方や、大京映画の運命が今後の物語に大きな影響を与えることでしょう。連続テレビ小説オードリー第75話のあらすじは以下の通りです。水木は映画ブライジンでの早く出演後、大部屋俳優の城島直哉との関係が深まります。しかし、彼女の恋は両親と滝野に反対され、水木は心の葛藤に苦しみます。一方、大京映画は赤字に苦しみ、黒田社長はリストラとテレビ時代劇への進出を決定。杉本は監督に指名され、新八には立石への転向を命じられます。水木は城島との関係に悩みつつも、女優としての道を進む決意を固めます。滝野は水木を案じ、城島に手切れ金を渡して別れさせようとしますが、水木はそれを知り、城島に駆け落ちを持ちかけます。しかし、待ち合わせ場所に城島は現れず、水木は失望します。新八は水木を慰め、役者の道を諦め立石への転向を決意します。杉本は城島を主役に斬殺浪人、むしろを企画し、水木はむしろの言い名付け駒役に抜擢されます。しかし、撮影では水木は城島との息が合わず、NG を連発します。城島はプレッシャーに苦しみ、問題行動を繰り返しますが、杉本の執念で制作されたむしろは高視聴率を記録します。このエピソードは、水木の女優としての成長、初恋の複雑さ、そして映画業界の変遷を書いており、視聴者に強い印象を与える内容となっています。水木と城島の関係の行方や、大京映画の運命が今後の物語に大きな影響を与えることでしょう。連続テレビ小説オードリー第76話のあらすじは以下の通りです。第76話では、ヒロインの水木が映画の世界に魅了され、女優を目指す決意を固める重要な転機が書かれます。このエピソードは、水木が自身の運命を自らの手で切り開く決意をする瞬間として、物語において中心的な役割を果たします。水木は、映画スタジオでの仕事を通じて、映画業界の厳しさと魅力の両面に直面します。彼女は、先輩女優からのいじめや、映画ブライジンでの早く出演など、女優としての道は決して容易ではないことを実感します。しかし、これらの困難にもめげず、映画への情熱を燃やし続けます。また、水木は大部屋俳優の城島直哉に惹かれていきます。城島は、水木をいじめる先輩女優たちから守るために機転を利かせるなど、彼女にとっての支えとなります。水木の恋愛感情は、彼女の両親と育ての母、滝野に反対されるものの、城島との関係は徐々に深まっていきます。このエピソードは、水木が女優としての自立を目指し、自分の夢を追いかける決意を新たにする物語の節目となります。彼女の成長と夢への追求は、視聴者に感動と勇気を与えるでしょう。連続テレビ小説オードリー第77話のあらすじは以下の通りです。第77話では、テレビ時代劇斬殺浪人、むしろの最終回が放送された後、番組に影響されたと主張する殺人未遂事件が発生し、社会的な騒動になります。大京映画の社長、黒田は記者会見を開き、事件と番組の関連を否定しますが、その発言が逆に世間の反感を買い、スポンサーが撤退するという事態に陥ります。
この騒動の中、大京映画の役員たちは椿屋で作戦会議を開催していましたが、記者たちが押し寄せてきたため、黒田は女装して水木を連れて逃げ出し、スズメハスの元へと向かいます。この一連の出来事は、水木にとっても大きな試練となり、彼女の女優としてのキャリアにも影響を及ぼすことになります。水木は、この困難な状況の中でも女優としての夢を追い続ける決意を新たにし、自分の道を切り開くための一歩を踏み出します。このエピソードは、水木の成長と彼女が直面する社会的な問題に焦点を当てており、視聴者にとっても感動的な内容となっています。連続テレビ小説オードリー第78話のあらすじは以下の通りです。第78話では、テレビ時代劇惨殺浪人、むしろうの放送終了後、主演俳優の城島直哉が失踪し、大京映画はさらなる危機に瀕します。社長の黒田重光は、映画制作からテレビドラマへの転換を余儀なくされ、会社の規模縮小とリストラを進めることになります。水木は、女優としてのキャリアが停滞する中、城島の行方を探し始めます。彼女は、城島が自分との約束を破り失踪した理由を知るため、彼の過去を探ります。その過程で、水木は城島が抱える深い心の傷と、彼が映画業界に対して持つ複雑な感情を知ることになります。一方、水木の育ての母である滝野は、映画業界の変化に対応するため、旅館椿屋の経営方針を見直すことを決意します。彼女は、伝統的な旅館の在り方を守りつつ、新しい時代のニーズに合わせたサービスを提供することで、椿屋を再生させようとします。このエピソードは、水木と滝野がそれぞれの道で困難に立ち向かい、成長していく姿を描いています。水木は女優としての自立を目指し、滝野は女将としての責任を果たすことで、二人は新たな一歩を踏み出すことになります。連続テレビ小説オードリー第79話のあらすじは以下の通りです。第79話では、笹森が酒乱気味になり、安子を迎えに来ますが、椿屋には入れず、活動屋では新八に追い出されます。滝野は安子にもう一度話し合うように言いますが、安子は聞く耳を持ちません。このエピソードは、登場人物たちの間の複雑な人間関係と、それぞれが抱える内面的な葛藤を浮き彫りにしています。滝野は、椿屋の女将としての責任感と、家族や従業員に対する深い愛情を持ちながらも、自身の過去と向き合う必要に迫られます。一方で、水木は女優としてのキャリアと、個人的な感情の間で揺れ動きます。笹森と安子の関係は、椿屋にとっても重要な意味を持ち、彼らの行動が今後の展開にどのように影響を与えるかが注目されます。このエピソードは、登場人物たちが直面する社会的な問題や個人的な挑戦を通じて、彼らの成長と変化を書いており、視聴者にとっても感動的な内容となっています。連続テレビ小説オードリー第80話のあらすじは以下の通りです。第80話では、水木岡本綾が城島、長嶋一茂を平手打ちし、活動屋を飛び出します。追いかける杉本坂井雅人は、水木の城島を変えたいという思いを受け止め、彼女を抱きしめます。この一連の出来事は、水木の感情の高まりと、彼女が城島に対して抱く複雑な感情を表しています。新年が明け、若侍七変化の放送が始まりますが、視聴率は芳しくありません。この状況は、水木にとってさらなる挑戦となり、彼女の女優としてのキャリアに影響を与えることになります。水木は、自分の演技とキャリアについて深く考え、今後の方向性を模索することになります。このエピソードは、水木の個人的な成長と、彼女が置かれている環境の変化に焦点を当てています。水木は、自分の夢と現実の間で葛藤しながらも、女優としての道を歩み続ける決意を新たにします。視聴者にとっても、水木の情熱と決意は感動的なものであり、彼女の今後の活躍が期待されます。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルは、国内や海外のドラマや映画などについて紹介する動画をアップする予定です。
もし面白かったら、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。